金谷城館は長唄三味線方の名跡。墓所は初代二代ともに文京区五国寺。金谷城館大正6年8月28日。本名は杉本勘太郎。父は初代住田又兵衛。1853年11月に初代金谷六四郎の門弟。1856年に中村座に出勤、金谷四郎寺を名乗る。 1869年に大札豆上官を家元より受ける。1870年11月に三代目、金屋三五郎の後継者で六代目、金屋三郎介を改名。1902年四代目、金屋勘五郎を襲名。1908年に金屋上官を名乗る。作曲に聖天の鶴がある。実の子は二代目、孫に四代目、金屋六四郎。 創村に五代目、絹谷六四郎がいる。二代目、絹谷城館絹谷上官文化勲章受賞者。東京市神田生まれ。初代の子。本名は、杉本金太郎。1888年三代目、絹谷六四郎を、襲名。1926年、絹谷と改正。四代目、吉住小三郎と共に、長歌県政会を起こし。 芝居を離れた長唄演奏の確立へ道を開き、新曲発表会を開き、長唄音楽に貢献。1929年東京音楽学校に、長唄の専果が開設され、小三郎と共に講師を務め、後教授、1939年六四郎の名を、長男に譲り、二代目上官を、襲名、1944年退官、1955年文化、 勲章受章、文化功労者。代表曲に、熊野、横笛、原稿などがある、以下、他の作曲、吉住小三郎との合作。ありがとうございます。